まだ来る。私たちは平気だが、奴らを防ぐ鉄の士が平気ではなさそうだ。もう少しです。こいつらキリがないわ。おしくらまんじゅうだけで鉄格子を破りかねない。キリエさん、レディーファーストだ。南條先生も続いてる。旦那様、ここは僕に任せてください。これは？ごめん、バルギリア様の電子先鋭強化に入った。私たちの魔力が中和されてる。よくも大魔女と呼ばれた私にここまで抗ったものです。もはやその地下道ではあなたたちの魔法は使えませんよ。霊視優勢を確保。さあシエスタ姉妹、今度こそあなたたちの出番ですよ。って、まだ再起動してるんですか？なんで最近の子は寝起きが悪いの？申し訳ありませんであります。私たち全員バージョンが違ってて。なんでバージョン変わるたびにショートカットとプルダウンがしっちゃかめっちゃかになるに。前回不正な終了がありました。管理者権限？何これ、わけわかんない。早く直して。この得体トラブルシュートにコール。何？ユーザーコードがないと教えない。ユーザーコードは45が管理してるの。9999にしか聞こえ。紙に書かせろ。言語支援システム再起動できてないから文字も書けないに。ふん、お前たちはゆっくり修理していなさい。私が行ってきます。ごめんなさい。何をやってるんですか？え？ご褒美が欲しいから一番乗りがしたい。他のヤギにご褒美を奪われたくないから邪魔をし合っている。このおバカヤギたちが。私が行きますから道を開けなさい。何？嫌ですって？ワルギリア様がご褒美を奪うつもりだ。なんでスクラム組んでるんですか？きつい、狭い。いつからここはヤギ専用車両に？うぎゅー。今お尻触った子、次の駅で降りなさい。うん？何あなた、こっちへ来いって？
賢い子が近道を知っていました。偉い子ですね。一等賞ですよ。後で手作りのサバのカレー煮をご馳走してあげますよ。完全に殺されてる。まだよ、魔法がなくても私たちにはまだこの体がある。見ちゃった。あんな化け物にあの不思議な力がなくて戦えるわけがない。子供たちは下がっていたまえ。私が何とかするから、その隙にあの化け物の両脇を駆け抜けるんだ。させませんよ。私が戦わんわけにはいかん。本気なの？無理よ、あんな巨大な化け物に。むちゃくちゃだ、クラウスさん。他の方法を考えましょう。思いついたら提案してくれたまえ。それまでは私が何とかするしかないようだ。さあ、下がりたまえ。気をつけて。おやクラウス、あなた一人でこの子と戦うつもりですか？わからんぞ。戦いには殴れあたりの一発だってありうる。マグレでも勝てるつもりと大思いですか？身の程知らずのあなたのために私が状況を整理して差し上げましょう。何？あなたが 100% の力を発揮したとして、あなたの戦闘力はせいぜい6。対してこの子の戦闘力は1000。つまり、あなたが100人束になっても、絶対に勝てないということです。まあ、確かに戦いには不確定要素もあります。その戦闘力に多少の倍率がかかることも認めましょう。しかしそれでも、あなたがこの子を倒せる確率は、0.00001% というところでしょうか。お分かりかしら。あなたには万に一つの勝ち目もないということです。くそ、万一ということは回答は1万倍ということではないか。いい大物だ。そういう馬券は好きだ。買いたくない。それを買うコインはあなたの命。1枚しかありませんよ。しかしそれでもその奇跡に運命を託したいというあなたの気持ち、よくわかります。ですので恐れずに立ち向かうあなたの勇気をたたえ、一つハンデを差し上げます。この子は左腕一本で戦います。まあそれでもあなたに負ける気は全くしませんよ。それにしても何かしら、さっきからピン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 。よかろう、その勝負受けて立ってやる。左腕だろうとなんだろうと、どうせ私は一撃で殺されるだろう。私のチャンスもまた一撃しかないの。それに全てかけるしかあるまい。むちゃくちゃだ、クラウスさん。あんたがボクシングをやってたことは知っているが、それでも大学時代のはず。いやいや、仮にプロのボクサーがいたとしても、あんな化け物一撃で倒せるはずもない。リングの上での試合なら確かにね。でもクラウス兄さんが望みをかけるチャンスがわずかだけどあるわ。彼はそれに全て望みをかけている。まさか。しかしそんなのもうまくいくわけがない。旦那様、見ていろ、一撃で決めてやる。
私も一撃に全てをかけさせていただく。ヤギ君も遠慮することはない。本気で来たまえ。全力を要望ですね。本気の一撃で粉砕し肉片に変えてやりなさい。行くぞ、いいかね。ヴァルギリア、冷静な判断を欠いたようよ。そのパンチを受けてはなりません。弾きなさい。危ないところでした。こんな負けフラグ立てまくりの状態で食らっていたらどれほどの威力に倍率がかかっていたことか。そう、そこでガラ空きの右側面に右ストレートを叩き込んでやりなさい。何、左腕一本で戦う約束？約束は破るためにあるのでしょうが。いやー、また勝った。失望よ、ヴァルギリア。あなたはやはり冷静を欠いていたわ。なんですって、直前に気づいて避けさせた私のどこが冷静でないと。どうしてですか、キリエ様。あのまま激突していたら旦那様の勝ちだったのでは。そうか、負けフラグの数が20でもまだ足りないんだ。じゃないと言ったのよ。あなた失敗したわ。そのまま激突していればあなたの勝ちだったのよ。たとえそうだったとしても、この右ストレートでクラウスの頭を砕けば同じこと。死ね、後ろ宮クラウス。食らいたまえ、ボクシング界最強の一撃を。
まさかこのタイミングで相打ちに持ってくるとは。しかし戦闘力は160倍止まりで960、うちの子の1000には及びませんでしたよ。いや、ワルギリアさん、あんたの負けだ。どうして？あんた最初のクロスカウンターを弾かせちまった。確かにその次に繰り出した右ストレートが当たればクラウスさんは粉々にされていただろう。しかしそいつをクロスされてしまった。こりゃあダメだ。悪いがあんたんとこのヤギさんの乾杯だよ。クラウスさんの戦闘力は6、双方2倍の踏み込みで4倍、クリティカルヒットで8倍、負けフラグの立てすぎで160倍、そしてトリプルクロスカウンターでさらに12倍。1920倍。これは勝利を最後まで諦めなかったクラウスさんの執念とあんたの慢心が招いた結果だ。どちらが欠けてもこの威力にはならなかった。あんたよく戦ったよ。もう倒れてもいいんだぞ。悪く思うな。テコの原理。